お花見の豆知識。今日はお花見について説明するわよ。起源は縄文時代。桜の木の下にお酒を置き、山の神様である相模様に豊作を願う行事があったと言われています。相模様は普段山の上にいる神様と言われていて、桜が咲くと山から降りてきて桜に宿ると言われていたそうよ。そのため桜の名前の由来には相模様の蔵という意味があるそうです。佐が最初につく言葉は相模様が関わっているそうよ。見て楽しむというお花見になったのは奈良時代の宮中。最初は桜ではなく梅の花でお花見が行われていました。でも火事で梅が焼けちゃって、代わりに植えたのが桜だったそうよ。お花見の文化が全国に広まったのは鎌倉時代以降と言われています。現在日本で一番多いソメイヨシノ、これは江戸時代末期に園芸品種として売り出されたものです。江戸にあったソメイ村の植木屋さんが吉野桜として売り出したことから、1900年にソメイヨシノという名前になったんですって。ソメイヨシノとは大島桜と江戸彼岸を掛け合わせた種類のことです。桜の種類は他にも山桜やしだれ桜など300種類以上あるんですって。古代から続く日本の文化であるお花見、皆さんも楽しんでくださいね。以上、お花見の豆知識でした。